同、優勢中、クワカミキリアプレイナジャポニカトムソンは、カミキリムシの一種。クワや、イチジクなどの害虫である。体長は32から44ミリメートルほど。体色は地色が黒で、広灰色の細かな毛を一面にまとい、見かけではやや青みを帯びた、広灰色に見える。触角は黒で、第三節以下の基部側は、青灰色。 前肢の外側の円と中央の左右の羽の合わせ目は青白色の短い毛によって縁取られている。覆面側は黄色の長い毛に覆われてビロードのような光沢を示す。ふわしには後輩色の短い毛を一面にまとうが、前足の形節の内側、中足の形節では外側に褐色の毛の玉がある。また前足の形節は球状に湾曲する。 頭部長端は垂直になっており、背面正中線には溝がある。触角は体長より長い。前胸は左右両側に鋭い四条の突起があり、背面は横じわのような深い溝があり、後方には数個の下流状の突起がある。また正中部は黒っぽい。前肢は左右合わせると円筒状で、後端部は狭く切り落とされたような形で、 左右に一個ずつの小突起がある。前の端、肩の部分には鋭い四条の突起があり、背面の基部側付近には明瞭な黒い下流状の突起を多数つけている。別名として、ビワムシ、クワの緑カミキリがある。成虫の出現時期は、主として7から8月で、団地ではより前後に長くなる傾向がある。成虫は主に3から4年生の若いだに、 家庭型の傷をつけ、その下に散乱する。幼虫はそこから枝に食い入り、当初は、悲壮の直下の材を食べながら、若枝から、太枝、やがて幹へ得意進み、老熟幼虫は、心材部にまで入る。途中、10から20センチメートルおきに表皮に証拠を開け、ここから配粉する。初期には、粉流が小さくて樹液によって、穴の口にこびりつくが成長すると、 おがくず状にこぼれるようになる。幼虫は2回越冬し、その後にさなぎになる。最後の、廃墳孔を作った後に、そこに接して、さなぎ室を作り、その中で洋化する。羽化した成虫は、廃墳孔を円形に広げて脱出する。本州、四国、九州に分布する。また、本土周辺の各島及び津島、薬島まで分布が知られており、 平地から低山までに生息する。古くからクワの害虫として著名なものであった。他に、イチジク、ビワ、ヤナギ、リンゴなどの紅葉樹の生きた材を食べる害虫である。特にクワとイチジクでは重要な害虫とされる。リンゴでは特に弱った着物でなく、むしろ健全で樹勢の強い木に寄生する傾向が強く、長野県では重要害虫と早くから認定された。 クワでは、加害部位が木部であるために急速に樹勢が衰えることは少ないものの、被害が進行するカキには、木全体が衰弱し、葉の生産が衰え、時には、腰に至る。また成虫も枝の皮部を好んで食べ、産卵された枝と同様に風などで折れやすくなる。幼虫が剤を食べる害以外に、この虫の侵入口が眼種病の誘因となることもある。以下、 主として、石井岡編、P1240 以下、梅谷、岡田編、P486、梅谷、岡田編、P486 鈴木、P89、石井岡編、P1240、梅谷、岡田編、P486、梅谷、岡田編、P617、梅谷、岡田編、P416。ありがとうございます。